どんだけいないの？何、大丈夫？温暖化の影響かなんかですか？ほい、ということで今回も、皆さん、今日は釣り大会ですよ。それはもちろん、参加しなくては。ということで、とりあえず、広場へ向かおうか。あ、マキバスターが早速釣りをしようたね、今。まだ場所決めかな。お、魚政さん、久々。今月の釣り大会は、魚の種類何でもあり大会。お、やったね。とにかく、一番大きい魚を釣ってきた人が優勝だよ。マキバさん。もっと詳しく聞いとく？いや、結構です。あ、そうなの？魚測定の受付は午後6時までだから、じゃんじゃん釣っちゃってね。そんじゃ、大物狙って頑張ってよね。もちろん1位を目指します。いやー、ここ最近虫取り大会ばっかりやったけん、魚政さん久々やね。あれ、この辺にさっきおったマキバさんは一体どこへ行った？え、早いね、動くの。釣れてる？最初は乗る気じゃなかったけど、たまにはいいわね、こういうのも。乗り気じゃなかったんや。私こういう大会好きやけどな。ひたすら1位を目指す。どう、マキバスター。さっき逃したやつ、大物っぽかったんだよ。マジか。じゃあ私がそれをいただこうかな。あ、あれは、なんか追ったことない今。あー、でも大物っぽくはないな。もうちょっと大きい影のやつがいいな。おるかな。あ、これ、これ結構良さげじゃない？あー、ちょっとダメやね。位置が。この辺か？いや、全然違うな。ちょっと待って。もうちょっとまっすぐこっち向いて。そうそう、その辺。どうよ。さあ、来い。さあ、来るんだ。おし。逃げられた。てか、マキバさんとマキバスターって、名前かぶってますやん。ね。まあ、タイプは全然違うっぽいけど。違うんかな。なんかマキバさんの方がちょっとおっとり系な感じがする。マキバスターはなんかシャキシャキよね。お、練乳ちゃん、調子はどう？あたいもそろそろ本気出さないとって思ってるんだけどね。時間はまだあるから、お互い落ち着いて頑張ろうね。とりあえずこの子を釣ろうかな。あ、さっきの方がでも大きかったよね、きっと。ちょ、待って。は、君じゃないよ。君は来なくていいんだよ。逃げた。ちっこいのはちょっといいや。さあ、君に来てほしいんだけど。お、お、お。いいね。くるっと回って、なんか新しいの現れた。お、おえー、マジか。マジか。でっかいのおらんかなー、でっかいの。これは？まあ、大してでかくはないけど。さあ、こっちに気づけ、こっちに。気づけよ、おい。鈍感か。あ、みぞれちゃん。みぞれちゃん。ちょっと待ってね。この辺で。さあ、おいで。そこ通り過ぎます。もうちょっと先、この辺から、木揺らし出すんかと思った、みぞれちゃん。お、来るぞ、来るぞ。さあ、次か。はい、来た。今回全く釣れんのやけど、私。みぞれちゃんどう？あ、ユリーナ釣れてる？あたいだって負けないよ。気分はもう魚を求めてさまようハンターなんだから。ハンター。いいね、かっこいいね。あゆりーなっていう呼び方に、まだ慣れない私。ね。あ、今のも指南やったんやろ。カナブンかな。でかい魚がいない。あ、今一瞬なんかと思った。カラフルな影があるって思ったら蝶々やったわ。じゃあちょっと、こいつでも狙っていこう。あれ、ウェンディさっきおった？おらんかったよね。何、どこから現れたの君。ね、釣らないの？すぐそこに、魚いるよ。ほらほら、こっちへおいでよ。あ、これ多分向かないわ。もうちょっとこの辺かな。あー、違うな。何を眺めてるの、ウェンディ。この辺だ。いやー、なんか違うような気が、あ、違うね。この辺からか？
うわー、そっち、ちょ待って、ウェンディ邪魔だよ。さっ、あー違うな、もうちょっと邪魔なんだって、ウェンディ。あーダメだ、こっちか、この辺か。めっちゃプレゼントが飛び寄る音がするんやけど。え、あ、びっくりした、あの巨大な影は一体って思ってしまった。プレゼントか。ビビるわ。でも銀のパチンコはもう持ってるからね。あーなんてこと。ウェンディ連れてる？ポイント探すのも大切だけど、魚の姿が見えたらある程度は粘らないとね。釣りってほんと魚との我慢比べだよ。は、そうなんよね。ウェンディなんか結構大事なことを言いよったのに、プレゼントで隠れてしまっとったけど、ちょっと海の方に行こうかなね。とりあえずでかいのを、てかとりあえず一匹釣りたいね。じゃないとさ、自分なんか今どれぐらいの位置なんかもよくわからんし、とりあえずなんかおるかな。なんもおらんっぽいな。うん、全然、あーちっちゃいな。ちっちゃいな。今の1位は一体誰なんやろ、気になる。でかいのでかいの、いや全くいない。え、全くおらんやん、やば。え、全然おらんのやけど、やばくない？なんか一匹ちっこいのがおっただけや。どんだけいないの、何、大丈夫？温暖化の影響かなんかですか？ほら、川の方がおるよ、まだ。やっぱ川の方戻ろっか。ね。海はちょっと、期待できそうにないな。じゃ、この辺。あ、一応魚はおるけどちっちゃい。こっちの方は？みんなに甘けんけんね、私。ちっちゃ。あ、あれは？これはどうだ？別にまあ特別でかくはないけど。さあ来い。よし。いいぞいいぞ。今回どういうこと？なんかあれだな、タイミングがものすごく悪いんだな。なんかバッタが飛び込んだけど、身を挺して私を優勝させてくれようと自分が餌になってくれたんかな。まあでも私はその場所にはもういないんだけどね。ちっこいのばっかり、ちっこいのばっかり。おお、練乳ちゃん連れてる？ちょっと今集中してるから。怒られた。怒られた。びっくりした。ため池の方には何もいない。さっきの音一体何やろ、虫？なんかカラ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 みたいな音したよね。全然いないんだけど。こっちの池はこっち、どこやねん。こっちやわ。いやー、いない。あー、全くいないよ、魚。みんなちゃんとこの辺で釣ってるんだろうね。なんか急激に、そんな魚この辺で取れなくね？みたいな魚釣ってきたりせんよね。なんかよくそういう人おるけどさ。結局また海の方に来たわけだけれども、もしやこっち側一匹もおらんのじゃない？ほら、一匹もおらんやん。どんだけなん？どんだけなん？この季節魚に向いてないんじゃない？まあでもサンマとかは秋か。いないよ、いないよ魚。いや魚はおるんやけど、ちっこいよ魚。とりあえず釣った方がいいんかな。まあなんだかんだ言ってとりあえずも何も全然下手くそすぎて釣れてないんやけど、どういうこと？なんかまた一段と下手くそになった気がするんだけど。こうやって釣りに集中しとるときって、おぉ、押せない。めっちゃ踏ん張っとんやね、足。
マジか。もうなんか爪がめり込むぐらい踏ん張っとるやろ。いやー全然いないわ。これはもうやっぱりじゃんじゃん釣っていった方がいいか。よしこれ行こう。多分一度に現れる魚の量とかも決まってそうやし、どんどん釣って新しい魚を出現させようじゃないか。よしおいで。君多分中くらいやろ、大きさ的に。さあ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 来るか。ダメだ、向こうのバッタに気が取られたっていう言い訳。お、今でかいのおらんかった？あ、ちょっと大きめかも。多少ね、さっきのよりは大きい、間違いなく。さあおいで。ダメだな、もうちょっと離れたとこ、この辺か。さあ来い。お、よし、いいぞ。さあ食べるんだ。お、あー、なんで私ボタン間違えてないよね、 A ボタンよね。もうなんか間違えとるとしか思えんぐらい釣れんのやけど。どんだけ。じゃあこいつめっちゃ小さいけど我慢してやろうじゃないか。上から、そんな上から言ったら逃げられそうやな。ここは投げれんの、この辺。さあ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 、来ない。この辺は、あ、この辺は投げれんのか。この辺は、よし、おいで。どうだ、 A ボタン。あ、気が早かった、気が早かった。ダメや、ちょっと焦った、あんなちっこい魚相手に焦った。じゃあこの子、あ、そのまま、そのまままっすぐおいで。あ、ちょっと右かな。ちょっと気づいてよ。はっ、見えない。あ、でも来るんじゃないこれ、どうよ。え、全然来ないんだけど。ちょ、もうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って流れに逆らってくれないかな。弱いよ泳ぎが。ほらほらおいで、これで気づくやろ。お、来た来た来た、よし。お、やっと、やっと一匹目。長かったー。鯉を釣り上げた。かっこいい。80.0cm。さ、ん？なんか今変な音聞こえんかった？気のせいかな。さあ、これで私は何位ですか？お、待ってましたよ。魚釣れたのかな？大きさ測ったらもう返せなくなるけど、いいよね。いいよ。さあ、ってことで、この、鯉を、どうぞ。牧場さんがちょっと結果が気になるみたいやけど。はいはい、鯉ね。早速測ってみますよ。サイズは、80.0cm。記録更新です。ズビズビビー。今のところオタクが1位。見かけによらず、なかなかやるね。マジで、これちょっと小さいと思ったんやけど。しかも、鯉でこのサイズはなかなかのもんだよ。あ、マジか、やったね。奇跡。ところで、鯉って洗いにすると、ほんのり甘くてうまいんだよね。でも、鯉ってさ、あんまり食べることないって、食べるとこないってポケモンで言ったよ。ポケモン知識やけど。おいらこのまま行っちゃうんだけどね。いただきまーす。おいしいんすかそれ。この鯉、うまい。ゲフ。そうそう、記録更新の記念にイソギンチャクなベッドをあげちゃうよ。うわ、なんかベッタベッタくっついてきそう。イソギンチャクなベッド。この調子で頑張ってどんどん新記録出しちゃってね。ということはだ、あのでかい影のやつを捕まえたら、さらに記録更新で何かしらもらえるわけだ。ん、なんかみんな集まってるな。真剣勝負よ、真剣勝負。この辺は同じぐらいかな、大きさ。さあおいで。お、来るよ来るよ。はい、なんてことだ。80より上やったらいいよね。はい、おいで。
これもまあでも80ぐらいな。おい、どうよ、でかい影来い、でかい影。さっき私が釣り上げたおかげできっと、てかみんなちっこいのしか釣れてないの。待って、マキバスターのところには行かせない。てかマキバスターの釣り糸どこに行ってんの、見えないんだけど。さあこっちへおいで、こっちへ。ちょ待って、どの位置からやればいいんだ。この辺、これは遠いな。この辺か。方向転換した。どんだけやねん、逃げんなし。この辺やな。だから方向転換をしないで、この辺だな。なんか余裕で通り過ぎていく。ここだな。違う、真横はダメだな。この辺。お、気づいてくれた、気づいてくれた。これ多分80以上のはず。はっ、ダメ、3回目で来るって勝手に思い込んじゃダメ。でも引っ張り上げてしまうよね。あ、これは、あー橋で隠れたよ。あ、でもなんとかいけるか。え、なんとかいけます。あ、でもかかっとんか。音だけを頼り、うおー今のいけたかと思ったのに、音だけを頼りに引き上げれるかと思ったのに、ダメだな。できればやっぱり影のでかいやつがいいんやけど、なかなか現れんね。今のが最高かな。てかラザニアは、なんかさっきからさ、家におるっていうのはわかるんやけど、出てこんね。釣り大会参加しないの？間違えた。ドアに向かって。こんにちは。え、ラザニアまだ病んでんの？風邪薬渡したじゃん、私。せっかく来てくれたのにごめん。なんか朝から寒気がするんだよ。また今度遊ぼうね、石し。ちょうどよ、ん？ちょっと様子見てみるわ。じゃあまた私が、ちゃんと買ってくるよ、薬。どんだけ病弱なんだよ。大変だな、体が弱いと。さあそれじゃあ、私が、優しい私が薬を買いに行ってあげようじゃないのね。恩着せがましい。と、あ、千歳さんお久しぶり。話せなかった。お久しぶり。あら、アイナさんお元気でしたか。めっちゃ元気よ。アイネ村の商店街はやっぱり落ち着きます。みんなそうやって言ってくれるけど、ならなんで出て行ったんだい。千歳さん引き止めることもできなかったからね。いらっしゃいませ、旦那も。さあお薬をもらいに来ました。これ、そちらの商品はお薬でございます。お値段は400ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。買っちゃう。毎度ありがとうございます。400ベル間違いなく頂戴しました、旦那も。ありがとう。てか思うんやけどさ、この薬って万能薬なの？ありがとうございました、旦那も。ねえ、だってさ、この薬を飲めば蜂に刺された怪我まで治るんだよ。そしてこの薬を飲めば風邪も治るんだよ。熱も下がるし、最強やん。てか蜂に刺されたやつが飲み薬で治るっていうのもちょっとよくわからんねやけど。さあ持ってきてよ、ラザニア。ラザニア、ほら、なんかだるいんだよね、熱があるみたいなの。めっちゃ風に吹かれよりやん、木枯らし。お薬あげる。本当に？お薬なくて困ってたんだよ。じゃあほら、これをお飲み。どう？ふう、これで静かにしてればよくなりそうだよ、石し。よかったよかった。ちゃんと横になりなよ。すごい病んでるわ。もうなんか逆に、わざとらしいぐらいに病んでるわ。ね。
この子は微妙かな。なんか同じぐらいな大きさな気がするね。これも同じぐらいかな。なんかこのまんま逃げ切れるような気がせんでもないけど、なんか誰かに逆転されそうな気もして怖いんよね。いやまあでも銅メダルとか私持ってないけんさ、銅メダルでもいいんやけどねっていう優勝常連の余裕というやつですか。めっちゃ嫌なやつやけど。じゃあまああれだな、とりあえずこの一匹にかけよう。一匹で優勝決めれるってかっこよくない？じゃあ私は結果発表までゆっくりしとくよ。あとはみんなに任せた。さあそろそろ、そろそろ結果も出る頃だよ。今ね56分、あと4分や。たまちゃんたまちゃん、魚釣りよったん。長かった釣り大会ももうすぐ終わるわよ、あいなちゃん。なんか最後に大きいの釣りたいわね。なんかたまちゃんさ、釣り上げた魚そのまま食べそうよね。あれ、マキバスターもう釣りやめてるじゃないか。何、マキバスターも私と同じく余裕をかましてるの？ってことはちょっとやばい、もしや私どうなった。あの後あいなちゃんじゃん、遊びに来てくれたんだ。はてかどうしたの？おしゃべりしよう。この間ウェンディちゃんに会ったら引っ越すかもとか言っててさ、なんかの冗談かな。こんな超ハッピーな村なのにわざわざ出ていく必要ないもんね。マジでウェンディが、結構初期からいるウェンディが、それはショックなんですが、でも今の私はちょっと目の前の釣り大会に燃えている。ん？今チャスがおった？おー、チャス。最後の1秒まで気を抜くな。気を抜いたらお前の負けだ。やべえ、もしや負けかもしれない。ちょっと気をつけとこ。とりあえずまたちょっと何かしら釣って持って行ってみるか。でそれでどんなもんだかちょっと見てみないとね。うふふ、大きいお魚が釣れたらみんなに自慢するんだ。サブーサブー、あ、これでかいんじゃない？ちょっとちょ、これ釣る、これ釣って持ってく。私おいで。確実に持ってったやつよりはでかいやろ。ちょ待って、釣れない。この辺からか。てか私の村マジで寒いな。ね、みぞれちゃんにホッケーに練乳ちゃんに氷系多くないっすか。ちょこっちこっちこっちだって。さあどうよ。さあ行くんだ。お、気づいた。やべえ、逃した魚はでっかかったかもしれない。ねえ絶対今のでかかったよね。確実に80よりでかかったよね。2人揃って、さっき逃したやつ大物っぽかったんだよ。私もだよ。いやつらい。これは微妙だ。微妙でも釣っといた方がいいんかな今は。どうだどうだ。あ、これはこれ結構いい感じなんじゃないの。さあ来るんだ。いいぞいいぞ、チャスの方には行くなよ。ああ、なぜこのままじゃやられそう。このままじゃやられそうだよ。待って、もうちょっと。で、こんだけバシ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 やりよるのに逃げていかんもんやね、魚。さあ気づけ。え、気づけよ、何？どうした？いや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 、この辺？お、来るやろ来るやろ。おし、来た。さあもう一回ぐらいかな。はい、よし、これはきっと80より上。全然全然30センチもちっこいやん。終わった。
これにて追加会を終了します。お疲れ様でした。私は一体どうなりました？めっちゃ気になるんだけど。ちょ、入って待機しとくよ、ウワマサさん。私はベスト3以内に入っているんだろうね。ではそろそろ釣り大会の表彰式を始めますよ。おお、1位じゃないか。そんじゃあ一人一人発表していくから楽しみにしててくださいね。第3位は 9.9 センチの卵を釣った練乳さんです。何、レベルが違いすぎるんだけど。3位のお宅には銅の魚トロフィーを差し上げます。何釣っても大体はもう優勝だったんじゃない、これ。おめでとう練乳ちゃん。さらに上を目指してね。第2位は 10.0 センチの卵を釣ったタマさんです。マキバスターはもう諦めて家にいたってことかな。2位のお宅には銀の魚トロフィーを差し上げます。照れてる照れてる、顔怖いけど。次は金を狙ってね。第1位は 80.0 センチの鯉を釣ったアイラさんです。なんかその角度に見られたらタマちゃんはなんかこっちを上目遣いで見よるみたいで可愛いけど。やったね、金のトロフィー、あざす、イエーイ。さすがですね。でしょう、もう常連でしょ、優勝ということで、皆さんおめでとうございます。盛大な拍手を。ありがとう。そろそろなんか優勝が続きすぎて出場禁止とかになりそう。本日はこれにてお開きです。お疲れ様でした。お疲れ様。素晴らしい表彰式だったよね。おいら大満腹じゃない、大満足しましたよ。食べ過ぎだよ、おまささん、ダイエットしなきゃ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。村長もほんとなんか大人げないね。